今回はですね、白米を食べるなとか、まあ、糖尿病で健康を害するとかっていう、まあ、そういった、まあ、噂話を、まあ、聞いたことあると思うんですよ。ちょっとそのことについてね、真剣にお話していきたいと思いますので、まあ、よかったら最後まで聞いていただければと思います。あとですね、まあ、気になった方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。この話っていうのは、なんていうのかな、聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないし、僕は、まあ、前から聞いたことが、あってね、まあ、ちょっとっていうか、まあ、分かってるところもあるんですけど、まあ、それをちょっと、自分の誘惑には勝てないな、とかっていうようなことで、全く気にしてないんですけど、この、まあ、日本人が食べている、まあ、この白いご飯ね、この白米に関しては、様々なことが言われてるんですよ。で、この話っていうのは、まあ、変な噂とかね、そういうなんか、よくわからない話ではない、これね、明確な理由があるんですよ。で、そのことがわかってるんで、まあ、一応ちょっとそこを着地点にっていうような感じでね、まあ、今回、お話ししていきたいと思います。まあ、リスナー様も、まあ、僕も、まあ、ご飯普通に食べると思うんですけど、僕は、最初にね、お伝えしますけど、白米とか、好きなんでね、関係ないですよね。栄養とかカロリーとか、最近なんか、ダイエットとかってよく言いますけど、まあ、全くそんな気にせず、子供の頃から白いご飯って、好きなんでね、今でも好きでよく食べるんですよ。うん。まあ、白いご飯でね、温かければ、まあ、何を、おかずをね、しても食べても美味しいんじゃないかなって、うん、まあ、幸せだなと思いながら、毎日過ごしてるんですよ。うん。で、まあ、ご飯食べて元気でね、まあ、過ごせたらそれでいいんじゃないのかなって思うんですけど、今回のその話っていうのはね、そういうのとは違うんですよ。で、なんか、ちょっとね、うまく言えないですけど、あんまりこういう真相の話をちょっと聞くとあっとかって思う人はちょっと内容的に良くないかなとかって思うんですけど、ここら辺からちょっとね確信に入っていきますね。うん。まあ、僕がなんか名前聞いてごめんなさいってことなんですけど、かなりこれ確信に入っていくんで、白米を食べるなとか、まあ、糖尿病で健康を害するとかね、白米は体に悪いから食べない方がいいとかっていうのは、これは、明確な理由があって、糖質が関係してるんですよ。うん。で、一部かな、うん、まあ、一部の人の間では、これっていうのは有名な話っていうことはもう昔から言われていて、まあ、白米にはね、糖質が入っているんですよ。米ね。うん。食べると糖尿病になってしまうんですよね。本当なのかなとかって思うじゃないですか。日本人って米を主食にしているからね。うん。米食って、糖質が入って糖尿病になるなんて、とかって思うじゃないですか。でもこれっていうのは、この話をしない理由があるんですよ。この話を、マスメディアもそうですけど、取り上げない理由、こういう話を、しては、まあ、言ってしまえばいけない理由っていうのが、まあ、あるんですよ。まあ、それもね、まあ、ちょっと最後に、お話しするんで。で、まあ、そこの話にちょっと関連してるんですけれども、白米にね、まあ、炭水化物が含まれてるんですけど、この、いわゆる白い炭水化物ってこれが悪いんですよ。うん。白米、白いご飯に含まれてる炭水化物ね。で、この炭水化物の中でも、まあ、この白い炭水化物っていうことが言われてるものがあるんですよ。要するに、米を白くするために、精白とかって言われるんですけど、まあ、わかんない。専門用語でね。うん。この、米を白くする、この精白っていうものが良くない。つまり、白い炭水化物が血糖値を、決定的にこれ上げるっていうことが、これ、医学的に証明されてるんですよね。僕は別にご飯が好きなんで食べるんですけど、もし、例えばリスナー様はこの話を聞きました。白米を食べるなとか、糖尿病とかっていう話が出たら、これっていうのはこういう明確な理由があるんですよね。さっきお話しした、白い炭水化物が血糖値を上げる。だから逆に言ったら、茶色い炭水化物って言って、玄米にはこういうことはないってことが分かってるんですよ。で、ちょっとね、まあ、冗談とかじゃないんですけど、まあちょっと半分、冗談みたいなのもなっちゃうかもしれないですけど、まあ、白いものってのは体に悪いんですよね。白米に限らず白いものは体に悪いってことです。聞いたことあると思うんですけど、砂糖とか塩とかって白いですよね。で、白米もそうですけど、この、まあ、白くする理由にね、うん、精白っていうのは小麦粉にも使われてるんですよ。だつまり、白米と小麦粉はダメなんですよね。あと、砂糖とか塩とかっていうのもこれ、白いんですよ。白いじゃないですか。で、白いものっていうのは基本的に体に悪いんですよ。
冗談とかじゃなくて、丸物とかも論外ですけど、そういうのじゃなくて、白い米とか、まあ、小麦粉とかね、あと砂糖とか塩っていうのは、僕ね、お医者さんじゃないから、生意気言えないんですけど、そんなわかることもないんですけど、なんかで聞いたことあるんで、多分そうなのかなとかっていうのを思うんですけど、砂糖とか塩って、人間のね、体に中毒性があるらしいんですよね。で、定期的にそれを取り入れてしまうって。で、例えば、いや、砂糖とかっていう感じだと思うんですけど、まあ、砂糖っていうものではなく、形を変えてお菓子とかね、あと形を変えてケーキとか、そういうのってやっぱ美味しいじゃないですか。僕好きなんで普通に食べるんですけど、そういったもの、だからこの白いものって体に悪いっていう、まあそういうようなことなんですよね。うん。まあそんなこと言ったら何も食えなくなっちゃうじゃないかっていうことを思うかもしれないんですけど、こういう話があるんで、うん。こういう話からそういうのが出るんですよ。で、今回の話でね、まあ問題になる、問題っていうか、なんていうのかな。じゃあ、全くご飯を食べない、全く白米を食べないのかっていう話ですけど、まあ日本人で米食べるじゃないですか。僕食べるんでね。うん。まあ、1日、まあ、2食から3食ぐらい食べますけど、白米。これは多分良くないんですよ。で、じゃあ一体どれぐらいがいいのかっていう話なんですよね。その糖質の面ね、ご飯、に含まれる糖質は、考えると白米っていうのは1日何杯までかっていうことを調べたら、白米は1日1杯までが、まあ、いいぐらい、っていうことが、まあ、医学的、科学的に分かってると。だから米は1日、一杯までしかダメだっていうことですよね。うん。まあ、そんなんじゃお腹減っちゃうなとかって思うんですけど、白米を毎日2杯以上食べると、糖尿病のリスクが出るってことは医学的に分かってるってことです。それはさっきお話しした、白い炭水化物が含まれているから、精白って言ってね、その炭水化物を白くする精白っていうものが含まれているから、そういうのはなっちゃうよっていうような話。で、お米食べない人いますよね。まあ、リスナー様で女性の方も聞いていただいてるんで、あまりご飯食べられない方がいらっしゃるかなとかっていうの思うんですけど、うん、別に今回の話ね、それ食べるからどういいとか悪いとか食べるのはそんな話ではないんで、もしこの話を聞いたらね、うん、あそういうことかなって思っていただければ、まあ、僕は全然気にせず食べてしまってるんで、そんなの話す資格がないんですけど、すいませんということで、まあ、ちょっとまあリスナー様に、まあ、何かしらまあ、思っていただくところがあれば、でこういう話を多分興味を持っていらっしゃる方がいらっしゃると思うんで、うん、で最後にっていうかまあ、言おうかなと思うんですけど、その白米は、まあ、1日1杯までっていうことね。うん。で、今お話ししましたけど、白米を食べると糖尿病になるっていうことが分かっていると、糖質の問題があるからね。なんでそういうことが分かっていながら、ほとんど言われないですよね。うん。なんていうのかな。頭結構良さそうな人もそういう話触れなかったりするんですよ。そういう人が例えばその話をしないから、あ、それっていうのは嘘なんじゃないかなとかって思うかもしれないんですけど、それは嘘ではないんですよね。これは何かっていうと、ちゃんとした原理があるんですよ。まあ、僕がそれをちょっと前思ったんで、そのことについてね、お話ししていきたいと思います。多分こういうことだと思います。白米に関しての真実ね、真相をか日本で、明かさない理由についてっていうことを、お話ししていきます。これっていうのは、白米がさっきの白い炭水化物であるっていうことで、体に悪いっていうことが分かってる。まして食べ過ぎとかは良くないんじゃないかっていう話なんですよ。うん。でも、なんで、じゃあそんなものを、言わないのかっていう話ですよね。体に悪い白米を食べるように、米美味しいから、まあ、それは美味しいですけど、それっていうのは至ってシンプルな話なんですよ。日本の白米、のね、まあ、利権、巨大利権が、まあ、自民党に関与してるっていうことです。だからこの自民党が、まあ、お米に関する巨大利権をね、把握してるから、万が一日本人がどんどん米を食べなくなったら、こっから金が取れなくなるんですよ。だから、日本からね、日本に外国から米が入ってる時に、税率とか調整してありますよね。で、こういう言ってしまえば巨大利権が関係してるから、本当は白米が体に悪くても、そういうことって一切語らないんですよ。まあ、マスコミの闇というかね、うん、その巨大利権の話ね。うん。僕、リスナー様で大体、年が近い方が、いらっしゃる、いつも聞いてて、ね、感謝してるんですけど、皆さん、昔、米がなんか、輸入制限された時ありましたよね。
タイ米とかが入ってきた時、なんか細長い米とか。で、そういうような時だけちょっとだけ入ってきたんですけど、日本が米が取れなくなってからね。だけど、それ以降入ってこないですよね。それはなんでかって言ったら、日本の巨大利権、自民党の巨大利権が関係してるからですね。で、例えばこういった話がね、まあ、僕が言ってもあれかもしれないですけど、どん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 広まっていってしまって、どん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 人々がね、白米は良くないんだって、食べるのやめようって言ったら、金が入れなくなっちゃうんですよ。その巨大利権がね。だから、こういう話っていうのを全く封じ込んでしないっていう、そういう話ですよね。本当か嘘かって多分本当なんですよ。ただ、リスナー様に正直に言いますけど、僕は別に、ずっと子供の頃から米を食べてるんで、白いご飯食べますし、1日3食くらい食べるんで、糖尿病になっちゃうかもしれないんで、ちょっと嫌だなとかって思うんですけど、ね、やっぱ食べてもりもり元気になった方がいいなとかっていうことを思うんですけれども、この話っていうのはそういう多分理由があるんじゃないかなって僕は解釈しています。やっぱりね、白いご飯とか白米って美味しいからね、誘惑に負けますよね。そんなことを言いながら、白米を食べるなとかね、まあ、糖尿病で健康を害するとかっていう話なんですけど、この話っていうのは多分こういう、まあ、裏っていうかね、まあ、こういうことがあるから、まあ、語られる、語られない、あとそういうなんか、ね、皆様が聞いたことあるかなっていう話で、多分砂糖とか塩とかの話だったら聞いたことあるかなとかって思うんですけど、白米にもね、これほんと糖質があるからね、やっぱ良くないみたいです。特に食べ過ぎとかね、ご飯おかわりしまくりとかってのはやっぱ良くないっていうことで、だもし、まあ、ダイエットとか、まあ、ご飯食べることを、気にされているとか、この話っていうのはなんかどうなのかなっていうことを思ってらっしゃる方が、まあ、何かしらの参考になっていただければなっていうことを思って、ちょっと今回、音声を撮ってみましたということで、今回の音声ここで終わりです。皆さんもいつも聞いていただいてありがとうございます。気になった方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。